皆さんこんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ、3100万円自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。今回取り上げる本は35カ国で刊行決定の世界的ベストセラー、世界的天才物理学者が書いた時間は存在しないです。こんな経験ってないでしょうか？もうこんな時間が経ってる。私はしょっちゅうあります。アインシュタイン、ニュートン、アリストテレスなどの天才物理学者、天才哲学者などの研究結果を紹介しつつ、独自の時間論についてまとめられています。世界に衝撃を与えた革命的な時間論なんですね。人間は意識が変わらない限り根本的に何も変わらないと聞いたことがありますが、時間が存在しないということを知ることで意識がガラリと変わるかもしれません。早速究極の結論から。場所が変わると時間は変わる。過去から未来へ時間は流れていない。速度が上がると時間の流れを遅らせる。世界は物ではなく出来事でできている。時間、空間、現実は全て錯覚。時間は存在しないからこそ、今の心を大事にこの瞬間を生きる。人間は無限に開かれた存在。世界とは自分たった一人。ではそれぞれ簡単に見ていきましょう。場所が変われば時間は変わる。結論から言うと、時間の流れは高いところでは早く、低いところでは遅いです。例えばあなたがもし富士山の頂上にいた場合と、富士山の麓では頂上にいる方が時間が経つのが早いのです。同じ時計を持って行って測定しても時間の刻みのスピードが変わるのです。もちろんその差はわずかなのですが、何度実験しても確実に差があるというのです。実は時間の刻みだけではなく、低いところではあらゆる事柄の進展がゆっくりになります。例えば植物の成長や思考を展開する時間もゆっくりになるのです。一人は平原で、もう一人は山の上で暮らしていたとしたら、数年後に二人が再会すると、平原で暮らしていた人は生きてきた時間が短くなります。なので年の取り方が少なくなるんです。そうすると低いところに暮らしたいと思いますよね。時間は場所によって早い場所と遅い場所が確実にあるのです。過去から未来へ時間は流れていない。物理学で時間を記述する基本法則がどこにもないと言います。過去と未来、原因と結果ってよく聞きますが、物理学では有名なニュートンの法則も、重力に関するアインシュタインの相対性理論の式も、20世紀の物理学者が確立した素粒子に関する方程式も、どれをとっても過去と未来を区別することができないのです。ですが唯一物理学の世界で基本方程式に時間の矢、つまり時間の方向性ですが登場するのは、熱が絡んでいる時と言います。つまり物理学上、過去と未来の違いがはっきり現れる場合は熱が関係しているのです。思考が過去から未来へと展開するとしたら、思考すると頭の中で熱が生じるといった具合ですね。唯一過去と未来を認識している方程式はズバリ熱力学第二法則です。熱力学第二法則は、熱い物体から冷たい物体にしか移らず、決して逆は生じないです。ですがミクロの世界では過去と未来は違わないという結論が書かれているんですね。物理学では熱という概念や過去のエントロピーが低いという見方があるのですが、これは自然を近似的、統計的に記述した時に初めて生じるものなんです。結局のところですね、物理学でミクロのレベルで正確な状態を全て考慮に入れることができたら、時間の流れの特徴がなんと消えてしまうというのです。そしてその理由は、私たち自身の視界自体が曖昧だからと言います。ミクロな世界の物理学の記述においては、いかなる意味でも過去と未来は違わないというのです。速度が上がると時間の流れを遅らせる。じっと動かないでいる人と動いている人では時間の流れが変わります。動いている人は時間がゆっくり流れるのです。つまり低いところでかつ動いている人は時間はゆったり流れます。低いところでかつ動いている人は年を取りにくくなるのです。
そして衝撃の事実が書かれています。それは、今は何の意味もないです。なぜなら、あなたが地球から遥か遠く4光年離れた星にいた場合、光が届くのに4年かかります。望遠鏡であなたの姿が地球から見えたとしても、わかるのは4年前のことです。つまり、現在は自分たちを取り囲む泡のようなものだと書かれています。自分より遠くにあるものは、私たちの過去、つまり今見ることができる事柄の前に起きた出来事なんですね。このようなことから宇宙全体で定義できる同じ瞬間なんてものは存在しないのです。世界は物ではなく出来事でできている。最新の物理学として世界は物ではなく出来事でできていると言います。しかもこの出来事は規則正しく整ったものではなく無秩序と言います。もっと簡単に言うと世界とは変化だというのです。時間は一つでもなく方向もなく今もなく連続でもないというのです。では時間とは何ですかというと出来事の集まりというのですね。では物と出来事の違いは何ですかというと物は時間をどこまでも貫くのに対して出来事は継続時間に限りがあるです。例えば物の典型が石だとしたら明日あの石はどこにあるんだろうと考えることはできます。ですがキスつまりチューですねは出来事なので明日あのキスはどこにあるんだろうという問いはおかしいわけです。つまりこの世界は石ではなくキスの集まりでできているというのです。物ではなく出来事の集まりでできている。つまり世界は継続時間に限りのある出来事の集まりというわけです。時間、空間、現実は全て錯覚。これまで時間について特徴をお伝えしてきましたが、自分たちが思っていた時間、空間、現実はどうやら全て錯覚と言えそうです。そもそも私たちが肉眼で見えている世界は、めちゃめちゃ限られた狭い範囲で荒い世界なんです。私たちは普段地球以外のことに意識を向けるということはあまりないと思います。もし何万光年も離れているような星で今起こっていることを考えたとしても地球上で今考えたことは何万光年も離れている星では今ではないわけなんです。これまでお伝えしてきたように場所が変わると時間は変わる。過去から未来へ時間は流れていない。速度が上がると時間の流れを遅らせる。世界は物ではなく出来事でできている。ここまで聞いただけでも今まで思っていた認識とは随分違いますよね。私たちが認識している時間、この肉眼で見える空間や現実は全て錯覚である可能性が高いのではないかなと思いました。時間というものは人間が勝手に生み出しているもので存在していないかもしれないのです。ここからはあくまで人生学校的実践編です。時間は存在しないからこそ今の心を大事にこの瞬間を生きる。この本を読んで一番感じたことは自分は時間についても空間についても現実についても分かっているようで何にも分かっていないということが分かりました。では自分に何ができるんですかと考えたとき今の自分の心を大事にして過去も未来も関係なくこの瞬間を真剣に生きるこれしかないのじゃないかなと感じたのですよね。生きていればいろんなことがあります。ですが私たちにできることは今自分が感じる心を大事にして今を生きるくらいしかできないのではと思いました。著者のカルロさんは言います。この短い人生は様々な感情の間断ない叫びに他ならない。人間は無限に開かれた存在。人間は自分が考えている以上に無限に開かれた存在なのだということを感じました。目には見えないミクロの世界、つまり量子の世界では人間はほとんどが空間で、そして振動している状態と言います。この振動は触れていなくても周りにお互いに影響を与えています。私たちは肉眼で見えているこの肉体だけの存在ではなくて、お互いに影響し合っている開かれた存在という感覚を受け取りました。また時間という概念自体が自分が思っているものとは違って過去も未来も同時に存在している可能性すらあるのです。自分の思考や考えが過去にも未来にも影響したり同時に存在しているとしたら
人間ってかなり面白くて不思議な存在ですよね。そして時間は連続していないということを考えると、今の延長線上で物を考えること自体が間違っているとも言えそうです。この世界は無秩序に出来事が起こり変化していく。これが本質なのかもしれません。ということは、今の状態は決して当たり前ではなく、偶然でありながら必然なのではというふうにも思えました。そんなことを考えていると、すべての出来事に感謝の気持ちが湧いてきました。世界とは自分たった一人。著者のカルロさんは言います。おそらく時間に対する感情の高ぶりこそが私たちにとっての時間なのだろう。私たちは錯覚の空間で生き、錯覚の現実で生き、限りある時間を生きています。量子レベルの世界では時間は存在しない。自分という肉体すらある意味では存在していないと言えるかもしれません。そして自分が今感じる感情を大事にすることが、即自分以外を大事にすること、世界を大事にすることにつながるのではないかななんて思いました。自分が変化することがこの世界の全てであるというふうにも感じましたね。時間とはそこに黙って座っているような存在ではなく、自分自身が生み出していくものなのかもしれません。おまけです。カルロさんの言葉を紹介します。物理学を知るということは、考え、計算し、文献を読み、議論するということだが、それらを推し進めているのは感情だ。あなたはどのように感じましたか？公式 LINE では潜在意識を書き換えて、自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録して、しばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、成功するために必要な本のまとめなど、有益な情報と感じるものだけを厳選して10分程度でできる限り分かりやすく、約1週間に1本配信しています。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が、今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合は一度クリックしてみてくださいね。今回の時間は存在しない、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは時間を生み出す超本人、素晴らしい存在です。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。